はい、速稼塾の久保です。今回はですね、視聴者さんから非常に心のこもった素晴らしいメールが届きましたので、ちょっとご本人の許可ないままなんですけども、多分ね OK って言ってくださると思いますので、ダメだったらすいません。ぜひね、匿名性を担保しながら紹介したいと思いますので、聞いていただければと思います。本日は4月21日13時42分ですね。私これね、すごく感動したというかね、今ね目が赤くなってるんですけども、涙が出そうな感じでございます。はい、ちょっと心を落ち着けてね、長い長い文章です。ぜひね、この今回の動画は心に病を持った方とかね、それから将来が不安な方とか、今ものすごくね自分に自信がない方とか、人に必要とされてないんじゃないかな、まあ、いろんなね苦しみを持った方に聞いていただきたいと思います。それでは少しずつ読んでまいりますので、よろしくお願いします。今回の動画かなり長くなると思いますので、もしねイヤホン持って歩いてましたら、イヤホンしながら聞きながらいろんな作業をしていただければと思います。はい、久保さんいつも YouTube でいろんな情報発信をしてくださりありがとうございます。先月、3月2日の早朝に吉谷信者からの感謝の言葉という件名でメールを送らせていただいたものです。はい、いただいてます。ありがとうございます。またその際には久保さんがすぐに私に返信動画を送ってくださり、感動で涙がにじみました。はい、参考でですね、限定公開動画、隠居 TV、毎月100万円稼げるのは一部の人だけではないですかという動画に対してですね、はい、ありがとうございましたといただいております。その後も久保さんの動画をずっと拝聴しておりまして、私は心もいつも心が救われ、癒されております。恐縮でございます。久保さんは、肩書きは速稼塾の塾長というビジネススクールの経営者ですが、実際されているのは、久保さんの活動はビジネスを超えた公共性の高い慈善事業、政治活動ではと思います。確かにそういうところはありますね。はい、あらゆる市長さんや訪問者、塾生の悩みを真摯に聞き、損得なしに自らの持っている知識と経験を 120% 相手に還元し答えていく。それにより、苦悩を抱えていた人が予想外の救いに衝撃感動を受け、どうしても恩返しをしたいと、いきなり大金を久保さんの居場所のポストに投じたり、そういうことありました。はい、真心こもったものを久保さんの自宅を送ったり、これむちゃくちゃもらうんですよ。うん、直接久保さんに会って涙ながらの御礼を言う人が現れたり、そういったエピソードを知ると政治家たるものこうあるべしと思いますね。はい、本当にね、ありがとうございます。まあ、いろんな考えあるんですけども、こういう私もね、恨みに思ってる人がいるっていうねいろんな見方がありますね。はい、さて話は変わりまして、前回のメールでもお伝えしましたが、現在私は重いうつ病で、このようなメールのやり取りはできるのですが、体を動かすことが困難な状況です。ここ数日で少し改善が見られますが、と注釈書いてますね。普通の人は、頭で考えたことをすぐに、体にすぐに指令を出して無意識に行動できると思いますが、まあそうでもないんですけどね。どうもうつ病の人はその指令が鈍くなるそうで、考えた通りに体がキビキビ動かない。お辛いですね。なので医療機関でもらう薬を飲むことで、頭から体へ出す指令をきっちり出せるようにするらしいのですが、重いうつ病の人は薬を飲む行動すら億劫でできなくなり、指令が鈍くなって体が思い通り動かず、動けない自分に落ち込んで、うつ症状がより悪化するスパイラルにはまっていくと。うん、今の私はそれに近い状態だと思いますが、でもこのことを今私がメールにかけているということは、客観的に今の自分の病状が理論的には理解できていると思うので、あとは自分を常に客観し続けて、薬をなるべく医師の指示通りに飲み、できるところから少しずつ行動できるようにしたいと思います。すごいいいじゃないですか。はい、さて今回2度目のメッセージを送らせていただこうと思ったのは、最近の億万長者合宿リターンズの84話あたりの久保さんの動画を数本見て思うところがあったのがきっかけです。おう、こういうタイトルで私動画作りました。将来が不安な人ね、こういうタイトルでした。確かにこれはね、私幼稚園の敷地内で思いついたんですね、この動画を撮ろうと。はい、ちょっとちなみに話でしたけどね。はい、私のように精神疾患で病院に通っているが、医師やカウンセラーのアドバイスが全然納得できない人、この方たちに久保さんがアドバイスされている内容を動画で知りました。はい、確かにしました。実は私は昨年の年末以来3ヶ月以上病院に行けてないんです。理由は上記の相談者と同じで、医師やカウンセラーのアドバイスが納得できないし、患者の気持ちを汲み取れない無神経なアドバイスをする医師やカウンセラーに、嫌悪感でいっぱいになっている。
ね、信用できなかったんですね。という状況で、治療者と患者の信頼関係が崩れると病院に行くことに意味を失いかけるんですよね。はい、確かにこれね、あのコンサルの人とあの店舗の経営者とか会社の経営者の方とも信頼関係を失われるとね、それがプライベートでありビジネスであり、信頼関係を失われるとあのアドバイスが聞けなくなって足が離れるってことがあるんですよ。ですんで私は今人に物申す立場であってね、あの速稼塾の塾長という立場なんですよ。ですんで私はね、まあ、極めて女性にはクリーン、人間関係にはクリーンに、お金にもクリーンにというふうに思ってるんですよ。もちろん見る人から見れば金に汚いとか女性にずるいとかそういう意見もあるかもしれませんけども、少なくとも私は証拠が残る動画という間だけ、そして私の身近な人、私を特に見てくださる人の前では後ろ暗いことが一点もないような行動をしています。私に何らかの悪意をふっかけたい人から見ると私の落ち度はかなり見つかると思います。それは人間なんでしょうがないと言ったらね、まあ終わりなんですけども、私もね、自分の至らなさに申し訳ないなという気持ちとかね、精一杯やったんだけども結果が出なかった時も当然ありますからね。そこをね、結果論から恨まれるっていうこともあるかもしれませんけども、それもやっぱ重く受け止めながら次につなげたいだなと思ってるんですよ。これ何が言いたいかっていうと、やっぱりね、信頼関係っていうのは全ての物事ですごく大事なんですけども、その信頼関係っていうのは結果が思わしくなくてもその信頼関係維持できますかっていう双方のね、アライアンスがないといけないんですよ。アライアンスっていうか同意がないといけないんですよね。だから結果がうまくいったらありがとうございました、結果がうまくいかなかったらこの野郎みたいなね、こういう身勝手な人がどっちかにいる間は何も生まれないってことなんですよ。じゃあちょっと話戻しますね。という状況で、ただでさえうつ症状で外出することが厳しいのに、なんで無理してまで無神経なアドバイスしかできない医師やカウンセラーのもとへ足を運ばなければならないんだろう。これ気持ちわかります、うん、という思いから気づいたら3ヶ月以上も通院が空いてしまって、情けないことに薬がなくなると別居している家族に代わりに取りに行ってもらう始末で、いやいやこれはね、手伝ってもらえる人には手伝ってもらいましょう。私たちはやっぱ自分でできないことを誰かにお願いして、そしてその人ができないことを自分が何かね、お役に立ってってことで進んでると思います。きっとですね、今回このメールをね、いただいた方、仮に A さんとしますけども、この A さんの存在自体によって救われているご家族、お身内の方もいると思うんですよ。例えばね、今回メールいただきましたよね。この私のメール、私にメールがいただけるってことは、多分いろんな意味で信頼してくださってるからだと思うんですよ。久保さんなんとかしてみたいな、本当心からの叫びだと思うんですよ。私はもう非常に嬉しいですね。だからこの A さん、今回メールいただいた A さんのメッセージは私をものすごくね、勇気づけ、励まして癒してくれてます。ですんで、あなたのおかげで私は今日ね、こうやって動画をしっかりとね、撮れる、そういうチャンスをいただいたんです。ありがとうございます。この恩はね、これからもしっかりと返していこうかと思います。逆にですね、攻撃的な方とかね、無礼な方とかね、人を蔑むのが好きな方とは私縁がどんどん切れていくんですよね、じゃないですかやっぱりちょっとこれも余談でしたね。はい、ちょっとまたメール戻ります。動画では久保さんが、ここからが肝心なところですね、医師やカウンセラーのアドバイスが理解できない原因の一つに患者の勉強不足、受診力の低さがある、確かにこれ言いました、ということを指摘されていて、すみません、ちょっと言い過ぎたかもしれませんけども、でもこれにはね、ちゃんと注釈があるんですよ。これ言いっぱなしじゃないです。普通のアドバイスする人はこれで言い過ぎ、あなたの理解力がないからでしょうで終わるんですよ。でも違います、私の場合はね。私の場合は、だったらどうする、だったらどうやったらいいかなってところまで言及してます。ちょっと続きますね。はい、どこだったかな、ということを指摘されて、もう一回読みますね。動画では久保さんが医師やカウンセラーのアドバイスが理解できない原因の一つに患者の勉強不足、受診力の低さがあるということを指摘されていて、さらにですよ、限られた診察時間、カウンセリング時間の中では医師やカウンセラーは患者の悩みに結論しか言えない、ここが大事なんですよ。だってそこしか言えないんですよ、ね、なんでそうなったかっていうところ、ことを細かくお伝えしたいんだけども、その時間が悲しいから持てないっていう現実があります。はい、さらに私はこういうアイデアがありますってことを続けてます。はい、という問題も指摘されてます。なるほどなと思いました。はい、ありがとうございます A さん。そして診察やカウンセリングが終わった後に治療者が YouTube で患者に補足説明をしたらよい、これが私のアイデアです、という久保さんのアイデアは斬新ですね。私も自分のコンサルを受けてくださった方に対してフォローアップで後からどんどんね、あの時限られた時間で言えなかったことがこうですよっていうのはずっとメッセージを送ってます。だから動画の本数増えるんですよ。
今回もそうですよ。今回も多分ね、私のコンサルを受けながら、まだね、ちょっと言葉足らずで、意思疎通がまだ不十分だった方に、なるほどって思うことが今回ここまでで結構あったと思うんですよ。だから私は動画を毎日のように量産してもまだ足りないんですよ。まだ説明しきれてないところがある。でもそれで、あ、十分分かったよって方から順番にお金の問題解決が進んでいって、人間の問題解決、人間関係の問題解決進んでいって、健康の面でも問題解決進んでいくって形です。一人一人理解力とか語彙力とか、余剰時間とか余剰資金違いますからね。だからみんなが一斉に問題解決、はい、用意どんでできるわけじゃないんですよ。一人ずつできる人から順番になっていくんですよ。そしてもうすでに問題解決を放棄した人は私にクレームしか出ません。そうなるとですね、もう信頼関係が壊れてるわけですから、他の方を探してよって話になっちゃうんですね。そこは私のフォローアップの限界でございます。だからどこまでも結果が出なくてもついてきてくださる方を私は死ぬまでずっとね、二人三脚できるんですけども、離れていこうとする人を捕まえるわけにいかないんでね、そういう方はまあもっともっと素晴らしい方との出会いを私が祈るしかないかなってことになりますね。はい、で繰り返します。そして診察やカウンセリングが終わった後に、治療者が YouTube で患者に補足説明をしたら良いという久保さんのアイデアは斬新ですね。ただこのアイデアはどう広めて誰が実行するのか、最初は心ある治療者がボランティアで始めるのか、その通りです。というよりも、お金をもらわないとできない人はこれやりません。でも自分は世の中のためになりたいっていうね、善意の人っていうのはまだまだ溢れてきます。すでに今も YouTube の世界ではいろんなカウンセリングされてる方がいます。その方に今度はね、例えば A さんがその YouTuber さんに、私はこういう悩みを持ってるんですっていうふうにメールを打ってみてください。今回の私みたいに返信来ると思いますよ。そういう方を探しに行かないと。とりあえずは吉谷さんとか私がそれに当たります、今はね。ただ精神鑑定の方は私たちはプロフェッショナルというわけにはいきませんから、できる範囲でのことになっちゃいます。これ以上の高いレベルでの精神疾患の悩みを解決したいということであれば、それに従事してらっしゃる方とか、それを四六時中考えてらっしゃる方、要するに私たちはお金のドクターです。でも心のドクターは他にいると思います。私たちもなるべく心のドクターもね、兼ねていこうと思うんですけども、やっぱりね、叶わないところがあるんですよ。心の問題ばかり扱ってる人、毎日数十人数百人の悩みに向き合ってる人には叶わないところがあります。ですので、あ、久保さんや吉谷さんでは限界が来たなと思ったら、そういう人を、もっとレベルの高い人を有料無料かからず探しに行ってもらうってことになります。私もね、今回 A さんからこういうメッセージいただきましたので、あ、この人どうかなと思う人があったらお伝えしていえば行きたいと思いますね。有料無料かからずですよ。ただすぐには見つからないんです、すいませんこの動画を通じて、何かね、心当たりある方がこうつながればいいなと思いますけどね。はい、じゃあちょっとメッセージ戻しますね。はい、ただこのアイデアはどう広めて誰が実行するのか、最初は心ある治療者がボランティアで始めるのか、ボランティアで始めるんですよ。医師やカウンセラーがプライベートな時間を使ってまで患者のために動画をアップしてくれるって現実的かな。私は吉谷さんは商売が成立しようが成立しまいがやってるでしょ。こういう推挙な人がたまに出てきますから。だって私はね、1円ももらえない人に対してもフォローアップの動画を何時間となく送ってるわけですよ。吉谷さんもそうでしょ。それはね、お金になるからとかなんないからとかっていう世界ではないんですよ。目の前に問題がある、目の前に苦しんでる人がいる、だから一人でも何とかしたい、自分の力が及ぶ範囲何とかしたいと思ってるから、自分の課題としてやってるんですよね、っていうことなんですよ。なんだろう、ちょっとメッセージが入りましたんで、ちょっとすいませんね。ちょっとね、失礼しますね。電話がかかってきましたんで、ちょっと中断しました。ああ、でもね、繰り返しますけども、私は吉谷さんっていうのはこの情報業界の中でも異端なんですよ。お金になるからね、美味しい客だからとか、お金がいくらでも出てきそうだからってやってるんじゃないんですよ。目の前の人に問題があって、久保さん何とかしてと、吉谷さんこれはどうなんですかって聞かれれば全部答えてるんですよ。それは私たちのミッションですよね。自分に課した、この世の中に自分に問われて回答できない問題があるぐらい薄っぺらい人生を自分は送ってきたんだろうかっていうふうな、まあ負けず嫌いな精神でもあると思います。ですんでね、そういう方が心理カウンセラーの業界の中にもどっかいるんじゃないかなと思いますよね。どっかに、あ、ちょっとね、私もね、心当たりが出てきました。松本先生って方がね、発達障害カウンセラーっていう塾をやってるんですよ。これはリアルでもやってますし、ネットでもやってるんですよね。ちょっとどうかな。でもその方は有料なんですよね。無料はやってないんですよ。
無料でもやれるかもしれないですけども、その場合は YouTube を見て、その松本先生が気に入ったら問い合わせてもらえばいいんじゃないかなってところですね。ちょっと専門外かもしれませんので、すいません、ちょっとあやふやな情報で。ちょっと思い出したんで名前出しちゃいましたけどもね。はい、じゃあちょっと文章戻りますね。はい、で、ただ優勝で動画をアップする制度が作られれば、動画に診察料やカウンセリング代金をつける。検討の余地があるかもしれませんが、そうですね。これは保険適用内になってほしいなっていうところもありますけども、最初は保険適用外からなんで、こういうニーズが高くて、そしてこれを、健康保険でなんとかできませんかっていうことで、与党野党の方にね、申し開きができるようになれば、近い将来そうなるんじゃないかなと思いますけどもね。ちょっとここでは何とも言えません。確かにアイデアとしてはそれはあります。結論として、医療制度としてのこのアイデアを取り入れるの難しく思いますか？難しくてもできるんですよ。不可能ではないってことはね、難しくもできるんですよ。で、さらに不可能を可能にする人って必ず出てくるんで、これじゃいけん、人間のルールは人間が作るんだ、人間が作ったルールは人間が変えれるんだというふうな単純な原理原則に基づいて行動できる人がいれば特に難しくないと思います。はい、でも診察とカウンセリングが全面的にオンライン化進むという可能性はあるかなと。 100% オンライン化にはなりませんけども、ほとんどオンライン化されるでしょうね。人にはね、人と話したい、直接会いたいっていう欲求がゼロになることはないんですよ。でも大筋の場合は、例えばこの動画で十分だったりするんですよね。もしくは手紙で十分だったりするんですよ。もしくは書籍で十分だったりするんですよ。ね。宗教を目指してらっしゃる方は、例えばキリスト教の方でいいですよ。イエス・キリストに直接会わないと、聖書は信じられないですか？聖書を読んでるだけでもうイエス様になるわけでしょ？エホバ様になるわけでしょ？マリア様になるわけでしょ？ですんで、直接会わないとダメってことでもないです。でも、全部が書籍で OK ってことでもないです。中には実際神様に会わないと信じられないよっていう方もいらっしゃるんですよね。だから様々でございますということなんで、診察とカウンセリングが全面的にオンライン化に進むと可能性はあるかなってことですけども、これは進むことは進むと思います。そこに自分が適しているかどうかは個人的にいろいろあると思いますけどね。ただ何事もそれは無理でしょうと片付けていたら進歩がないですね。その通りですね。まずこのアイデアを世の中に広めていく活動が必要かもしれません。その通りです。こう思ってるんだけどっていうふうな言い出しっぺが必ず必要なんですよ。宣言する人が、その宣言が束となって、確かにそうだよねっていう風な声がどんどん増えていけば、じゃあそれを現実化してみようよっていう方もやっぱりやっと出てくるんですよ。ね。100年前、空を飛ぶことは夢でした。ね、空を飛ぼうとしたイカルスは落ちて死んでしまいました。他の方もそうです。いろんな飛行機飛べるんじゃないかなと思って、エッフェル塔の屋上からね、飛び降りた人もいます。羽をつけてね、死んじゃいました。でも、オットー・リリエンタールという方がね、飛行機の、構造に挑戦して失敗してお亡くなりになりましたけども、その後ライト兄弟が実際に飛んでみせたわけですよね。それからやっと100年ですよ。ジャンボジェット飛んでますね。すごいですよね。今ちょっと元気がないみたいですけども、感染症で。でも誰かが宣言してできるんじゃないかなっていうものを本当にそうしようと思う人は昔からいたんですよ。月旅行ね、まあ月は人類が月に行ってないっていう説もありますし、私も信じてますけども、一応行ったことになってますんでね。で、月には反射板も置いてきてますんで。だからその反射板が月に行ったって証明でもありますしね。今度火星に行こうとしてるでしょ。すごいですよね。空を見上げて、あれが他の地面なんだって発想もすごいですけども、そこに行こうとしてね、なんかロケットみたいな筒を飛ばしてるってのもすごいですね。はい、ちょっといろいろとバラバラになりましたけども、宣言することが全ての始まりです。その前は思考することですね。思いつくこと。思いついたら言葉にすること。言葉にしたことっていうのは、100年後か1000年後か分かりませんけども、本当にそうなります。だから人間の寿命は短いんで、自分の人生の間に実現しようと思うんで、やっても無駄かなと思うんですけども、人類全体で考えたら、人類が考えたことは人類が存続している間に可能になるというふうなことですね。個人的な生命の間には可能にならないかもしれませんけどね。そことのまあ、やりとりですね。はい。だから何事もそれは無理でしょうと片付けていたら進歩がない。その通りです。無理なんだったらまずはそれをやってみようかなっていうことですよね。はい。私は早速ツイッターでこのアイデアを広めようと思います。素晴らしい。というのも、実は先日、吉谷さんに私の病気のことをメッセージで伝えたのですが、最終的に、A さんは今すぐツイッターで情報発信を始めるようにと助言されたんです。ね、ツイッターもいいですし、そういうことを始めましたよって私にメールを送ったら、私が喋ってるから、これね、数百人の方に伝わりますよ。もう広がったでしょ。自分ご自身はツイッターを作って一人のフォロワーをゲットしただけかもしれませんけども、その事実を私に伝えたことによって数百人から数千人数万人に伝わる可能性になったんですよ。で、実際この YouTube は100回ぐらいすぐ回るでしょ。ということで、
この A さんはね、100人以上に伝えたってことはもうすでに成功したでしょ。だから宣言することってこれほどまでに可能性広げるんですよ。はい、じゃあね、その Twitter のアカウントを YouTube の動画概要欄につけたいんですけども、送られてきてないんでつけられません。残念。手段でまた教えてくださいね、よろしかったら。はい、で、最終的に A さんは今すぐ Twitter で情報発信を始めるようにと助言されたんです。この吉田さんと私のやり取りは R34 マガジンのチャンネルで数本一般公開されているのですが、その動画での私に対するアドバイスが久保さんと同じ見解だったので、二人とも考え方が同じなんだなと感慨深かったです。私は吉田さんは同じスタイルでこういうふうに自由な暮らしを送ってます。ですんで見解が一緒になること多いと思います。で、私は吉田さんと違う見解を持っている人はこの暮らしになってないです。ですんで、私はね、吉田さんの言うことを無意味だとかね、そんなことやってもうまくいかないよって人は、その人がうまくいってないです。だから火を見るより明らかでしょ。答えを出している私は吉田さんと、答えを出してないばかりか、そのための行動もしてないとごたくばっかり言う人とね、じゃあどっちがそれらしいのかなってことですよね。特に信じてくれてはいませんけども、まあ私はね、自分の問題に挑戦しているだけで、吉田さんも同じでしょう。本当に誰かを救うためにっていうのは言いますけども、おこがましいと思います。そんな力はなりません、私は吉谷さんに。ただ結果、私は吉谷さんの思考方法に近づいた人は似たような結果になるっていうことになります。だって右に行こうと思って右に行ったら右に行けるでしょ、左に行こうと思って左に行ったら左に行けるでしょ。でその先に何があるのかは分かりませんけども、とりあえず私は吉谷さんは自由がありましたってことなんですよ。ですので、私は吉田さんを否定する人は思う通りに行けばいいと思います。その結果はどうなるか私たちも分かりません。もっと良くなるのかもしれませんからね。ただ私は吉田さんは自分で考えて自分で、歩き続けた結果、今日という日を、今日という自由を手にしてますというね、うん。今日の時点ではそうですってことです。将来は分かりません。はい、だからね、考え方同じですよね、なかなかね。そのやり取りの動画の中で吉田さんから、A さんは自分で思っているほど、うつ症状は重くないと思いますよと。だって、大量の文字で、私に、吉田さんにね、何度もメッセージを送れるわけですから、お金がなくても、今すぐツイッターで情報発信を始めたらという感じで、病気に、入れず、今からネットビジネスの情報発信を始めましょうと、吉田さんに背中を押されました。いいじゃないですか。うん。確かにね、すごい文章を書いてますね、今回もね。しかも分かりやすいです。素晴らしいです。目に浮かぶような表現力です。いや、これね、このメールを分解してツイートしてもいいんじゃないですか。はっきり言ってね、メールで文章で送っていただきましたけど、私が動画化したことによって、これすごいバージョンアップしたんじゃないですか。自分が作ったコンテンツが、こういうふうな回答付きの、私との共同コンテンツになったというね。ね、チャンネル登録1万5000人ほどいる私との共同コンテンツになりました。しかも、無料で。何のリスクもないでしょ。で、私は自分の問題に挑戦したということなんですね。はい。という感じで、現在ツイッターでつぶやきを始めました。私に一人だけフォローしてくれる人が現れました。病気だから何もできないと言っていて、何もしないとゼロですが、お金がなくてもパソコンがなくても病気でもスマホ一台あれば、今自分ができることを愚直に続けると予想外の結果が出るんですね。その通りです。吉田さんに日曜日の早朝にメッセージを送ってから深夜まで、続けて4本私に向けて動画をアップしていただいて、気づいたら私はツイッターのアカウントを取得して情報発信のデビューをし、2日目でフォローしてくれる人が現れたのでびっくりです。私はまだ1円もドリアカや速化塾に受講料を払っていないのに、久保さん、吉谷さんにメールや、動画でお世話になって心身ともに救われています。この感謝の気持ちをどうお伝えしたらよいのか、今私にお金があれば、近所にお二人がお住まいでしたら、お住まいのポストにお金が入った封筒を入れたい気分です。自分が一番苦しい時に自分を支えてくれたり励ましていただいたご恩は計り知れないものがあります。私も早くお二人のように人から慕われる人間になりたいです。何か今回久保さんに何を言いたくてメッセージを送らせていただいたのか分からなくなりましたが、今回の私のメッセージを受けて何か思うところや補足のアドバイスがございましたら返信いただけるとありがたいです。長くなりまして失礼しましたということでございました。ということで、いただいたメッセージ非常に感動的だったんで、こういうふうに動画での返信になりました。反面ですね、私を苛立たせようとかね、私の上げ足を取ろうとかね、私を苦しめようとしたメッセージにはあまり私ね、返信をしないと言いますかね、見ない可能性もありますね。要するに、人を攻撃する言葉っていうのは、私の攻撃量を上げてしまうんですよね。うん。だから、その、
人を侮蔑する言葉って私の耳や目に入ることによって私も人を駆逐する可能性が出てきちゃうんですよ。ですので人を励ますとかね、癒すとかね、喜ばせようっていう風なメッセージに対しまして私も同じようにね、喜ばせよう、励まそう、なんとか救ってあげたいみたいなね、おこがましいですけどもそういうエネルギー返しをして、そしたら両方ともプラスじゃないですか。でも人を攻撃するメッセージにやり返していたら両方マイナスなんで、大げさに言ったら人類全体の既存になるんですよね。世の中にはいいことばかりではないんですよ。でも悪いことが起きた時にどう善意で解釈するかによって悪いことを打ち消すことができると思うんです。でもこの思考ってのはお金がなくなり続ける方とか人生がどんどんダメになる方にはないんですよ。人生を良くする方っていうのは自分で良くしてるんですよ。悪いことが起きても好意的な解釈をすることによって無理やりプラスにするんですよね。でも悪いことが起きた時にもっと悪くする人がいるんですよ。それはどうしようもないですよね。しかもそこにわざわざ、じゃああなたは悪いことをさらに悪くしようとしてるからちょっと手伝いに行くよ、これをなんとか良くしようよっていうふうな、これこういう方はなかなかいないです。だって自ら落ちようとしてる人にね、なかなか手を貸せないですし救おうとも思えないですよね。それよりかちょっと手伝えばなんとかなる人から順番になんとかすると思うんですよ。まあ具体的に言えばね、この手を引っ張ってくださいお願いしますっていう人の手は引っ張りやすいんですけども、いやもう勝手にしてくれよと、お前のことなんてどうでもいいよっていう人の手の引っ張りようがないですよね。しかも救っても感謝されずにもっとたかられる可能性があるんで、そういう人はなかなかねフォローしてもらえないんじゃないかなと思います。ということで今回ね、 A さんのメッセージっていうのはとても配慮とか敬意に満ちたメッセージでした。そして自分のことを赤裸々に語り、なんで自分が救われたのか、誰のおかげだったのか、自分ではできることは何なのか、そして行動してみた結果どうだったのかってことを理路整然とね、素晴らしいドラマのように語ってくれましたね。非常に感動しました。ありがとうございます。ということで今回は以上です。アドバイスも込みでお送りしました。いってらっしゃい。